これ、ね、自民党の本気度を疑うものってまだ他にもあってね、例えばその派閥の解消ですよ、これ6つの派閥のうちね、まあ、その先週のこの茂木派を含めて5つの派閥が、まあね、解散を表明したんですけど、これ、これまで政治資金規正法ですよ、政治資金規正法に基づく政治団体としての解散の届け出、これどうなってるんですか、総務省に聞きましょうか。総務省、笠木孝則選挙部長。通告がございましたので、高知政策研究会、指数委員会、清和政策研究会、近未来政治研究会、平成研究会について確認をいたしましたところ、昨日4月23日現在で、政治団体の解散届は提出されておりません。政治資金規正法第17条におきまして、政治団体が解散したときは、その代表者及び会計責任者であった者は、解散の日から30日以内に、解散の旨及び解散年月日を届け出るとともに、解散の日現在で収入支出等に関する事項を記載した収支報告書を提出しなければならないとされております。政治団体の解散につきましては、一義的に当該団体において判断されるべきものでございまして、政治資金規正法に従って届け出等をいただくものでございます。片山君。今、総務省がルール説明していただいたんですけど、ちょっとパネル用紙さんで見ていただきたいんですが、これね、政治資金規正法上は、これ、解散の日から30日以内ですよ、30日以内に解散した旨、その年月日を届け出ることになってるって言うんですよね。だけどもうこれ、確かこれ、宏池会1月の終わりだったと思います。ね、いや、それ30日も経ってるわけですね。で、何ヶ月も経ってもね、この届け出が出てないってなるとね、これ、本当にね、なし崩し的に正式な解散をしない で、また復活するんじゃないかと思いますよ、そこはどのようにお考えなんですか。まあそうはい、岸田文雄内閣総理大臣。派閥の解散、この政治団体の解散手続きですが、これは実際、これ、解散 の作業を行いますと、これ、事務所の備品の整理、事務所として借り入れていた賃貸物件の解約、残余の清算、こうしたことについて、一定の時間がかかっている、これはどの政策集団も同じだと思います。で、解散のこの意思は確認をしているわけですが、手続きについては、今申し上げた点をしっかり整理した上で、具体的に進めていかなければなりません。しかし、いずれにせよ、これ、党として、この派閥につきましては、資金と、そしてポストから切り離すという方針、これを確認しています。今すでにかってのこの資金や、あれポストとこの絡んだ、いわゆる派閥というものはもう実質的に存在しないという状況にあります。こうした実態と合わせて今申し上げました、この賃貸契約の解約など、さまざまな実務上の作業を進めていくことによって、手続きを完了させていきたいと考えています。片山君。総理ね、この法の第17条に違反していると思いませんか、イエスかノーかで。松本剛明総務大臣。政治団体が解散をしたときというのは、政治団体が解散する意思決定をした日、またはそれを表明した日ではなく、政治団体が解散したときであるというふうにご理解いただきたいと思います。片山君。そうするとね、まだ解散してないっていうことにもなっちゃうんですよ。